で最初は呼吸法の練習をしますけど、ロングディープブレスっていうのをやっていきます。でこれはあの腹式呼吸をゆっくりやる呼吸なんで、要はこう体を落ち着ける、体と気持ちを、ね、落ち着けるような呼吸法なんですけど、はい、じゃまずは右足上に乗せて、で背筋を伸ばして、でこのまま体の力を抜いて、で片手をおへそのところに当ててみます、はい、でそのまま鼻だけでまず呼吸をとって、でこのゆっくりと目を閉して、息を吸ったらこのお腹が膨らんできて、吐きながら引っ込んでいくのをこう手でよく感じ取っていきます。力を抜いて、ね、気持ちよく呼吸をして、今度吸って吐くときだけ鼻から強く吐いてそうですそうです。で例えばこう吸って強く吐いてってやったらお腹締まりますよね。でそのお腹を力をスーッと抜くだけで、この鼻から柔らかく空気入ってくるん でまた強く吐いて、で緩めて吐いて緩めて、で常にこうおへその一点に意識を集中して、でまずそこに集中することによっておへそ周りに、ね、血流を促していきます。で鼻から勝手に空気入ってきて、緩めて、で自分の中で一定のリズムを保って、どこまでセクシーに、どこまでラグジュアリーに、ジーンズは進化できるのか、見せつけろ、ヒープツィ。誰よりあなたを愛して。